群馬である稲荷神社っていう場所があるんですね。全国にも稲荷神社ってあると思います。そのある稲荷神社で恐ろしい体験をした。っていうあの方から、ちょっとこの間、スカイプでお話をお聞きしまして、何が起きたの聞いたら、鳥さん、狐ってわかりますかうん、わかるよ。狐な。 でもそういう神社の話だかいお狐様だろって。うん。鳥さんちの方って、狐じゃなくて狼があそこに祀られてるじゃないですか。うん。そうだね。こっちは狼だからね。そうじゃなくてって。あの狐の顔ってわかりますうん。そっちの狼の顔ってわかりますうん。神社の置いてあるあの狛犬みたいなあれでしょあの石像の顔だよね。そうです。 その顔を二度と拝めないぐらいに私も見たくないんですよねこんな話を聞いたんですよこの子何を言ってんだろうなと思ってな,なんで怖いのうん怖いですよあのキツネがいやそうじゃなくて少し前に私夜の神社の撮影に行ったんですその子っていうのは夜の神社の写真を撮ってる人なんですよ あの照明焚いてあの写真を撮ってあとこれ加工するっていう夜のそういう神社ばっかり巡ってる女の子で「ああそうなんだ」えっんかそれで怖いもんが撮れちゃったの?」取撮れたんじゃないんですよ」ある日に私いつもみたいに夜8時ごいに神社行ったんです「はいはいはい、はい、周り暗いじゃないですか」 あるその神社に着いた時に変な声というか音を聞いたんですよ。はい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 。よく狐ってコン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 鳴くって言われてるじゃないですか。本当にそのコン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 なんですよね。狐ってコン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 鳴かないでしょ。いやでも昔話とかそういうんでさコン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 って鳴くって言われてるじゃないですか。そのココンンが あの、そうだなー竹を石にぶつけるコンっていう音じゃなくて、何かの鳴き声なんですよ。ああ、なるほど、なるほど。その、コン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 いう声が聞こえてきて、なんだろうって。なんか、部屋鳥か何かいるのかな不思議な鳴き方するな中に生えてって。その神社の鳥が見えてきた。そこの山っていうのは街灯が一個もない場所で。 その鳥居をくぐって懐中電灯だけで一人でどん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 その長い山道を歩っていった。俺よくやったと思うよ。女の子一人だよ。はあ、考えられないよね。その後に、まあ、もう一つ鳥居が見えてくるって。あ、あの先だ。で、その子は思い、そのまま進んでいった。その時に、両端の えっと林の中から何かがタタ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 何か走ってるそれが両端左右から聞こえてくるもんで「えな何何何?」ってキョロキョロしたらそのうち聞こえなくなっちゃったでやっぱり歩みを進めるとまた音聞こえてくるあれこれ私に合わせて私が止まると足音は止まるそんな感じだったみたいなんですよね 何だろうなんかいるのかなまあいいやどんどん進んでいくそのうちに目の前に見えてる鳥居の上に光るものが出てきた光るものなんだろうそれ光る光るものはって目,目に見えてたんでしょそうです急に太陽みたいなものが出てきて 太陽ほどど自分を照らし出すすまでではないんですけど小さい太陽だと思ってくださいて。あっまぶしいと思ったって。いつの間にか消えちゃった。鳥に隠れるように消えちゃったって言うんですよ。その辺からも怖くなっちゃってどうしようかなって今日帰ろうかななんと思ってたら横の方で なんかよくわかんない。シュー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 音が聞こえて、えって、そっちで、電気照らしてみたら、そこに、恐ろしいデカさの何かがいた。わからなかった。真っ白いもので、もやにも見えた。もしかしたら、でっかい毛皮の何かに見えた。って言うんですよね。え何それそれもういなくなっちゃったんですよ。 あんなでかいものがその林の中から一緒にいなくなるなんてありえないじゃないですか奥に消えてったりはたまたどっかに走り去っちゃったりってそんなでかいものであれば、うん、いなくなっちゃうん分かんないんですよパッて消えちゃったっていうんですよこれはここ来ちゃダメなんだと思って急いですぐ U ターンしてもっと来た道を歩いてたらまた 息を吐くような音っていうよりもあの蒸気機関,機関車の蒸気が出るような音というかプシュープシューって音がずーっと後ろからついてきて後ろを振り向いても何もいないそのうちに暗い道を戻ってったら左前方によくわからない光がまた出てきた何これ え、なにさっきの光かなって思ってる間にその光がだん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 でかくなってその場で消えちゃった。えなになに今のなにこの状態でパニックってる時に目の前に、参道に、でっかい白い化け物が出てきた。えだ、なんだろう。 って見てる周り、自分の顔をずーっとそれが見てる。顔が長い生き物で、およそ神社に置いてある石像。稲荷。または狼に見えた。あ、多分私ここで死ぬんだな。って思って見たんですよね。そしたらその人が、 見てる間に目の前のそのでっかい生き物がずーっと顔を近づけてきて、ピシーッ息を吹きかけたみたいなんですよね。めちゃくちゃ獣の匂い。っってなって、な、なんだろうって思ってる間に、でっかい爆竹のような音、または何かが高いとこから落ちて割れた音がバーン なった途端に目の前にいた尋常じゃないでかいその生き物がパッて姿消したっていうんですよえっどうしたのすぐ逃げましたよ車まで走ってってエンジンかけて音楽爆音にして変わりましたよあーそれであれか神社の祈りは怖いって言ってるんか そうなんです。鳥さんは前神社の,あの怖い話したじゃないですかああどれだろうあの白い話あそうですって白い化け物が出てきたっていうそのマタギさんの漁師さんの話であのー、鳥階段の「まだラって一文字で漢字で書いてある話なんですけどあれと同じものなんですかねって言てああでもそうだな聞いてみたら確かにそうかもしれないって。 はい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 、そういうこと。もしかしたら山の神様なんだろうな、っていう話をしたんです。で、その子っていうのが、それから神社の撮影をやめちゃいまして、少し経ってから、もう、どのぐらいだったかな。今年の1月頭ぐらいからまた撮影を始めて、どうしたまた始めたんかなんて言ったら、なんか、 別になんか悪いことをしてるわけではないと思うんですよ。まあそうだな撮影行ってそのまま帰ってくるだけだろうでその夜撮影ダメとかあの入っちゃダメっていう神社はいくらでもあると思うんですよ。でもそういうダメっていう神社っていうよりもその子ってあの鳥さんと一緒で山の奥の方にある小さい神社またはどうやってあそこの神社にたどりつくんだろうなっていうような神社。 まあ、およそ人なんか方法いない場所によく撮影行くんですよ。そんなところでそんなもんに鉢合わせてみたもんだから、まあ、怖いんですよね。そんな恐怖体験がありましたと。最近はその人、街のすぐ近くとか街中の小さな神社を撮影して Twitter、Instagram に上げてましたね。それだけ恐ろしい怖い体験をしたんであれば、納得だと思います。 のある神社で起きたよくわからないものに遭遇したお話です。